こんにちは、ブルーホースです。本日もヘビーレインやっていきましょう。いよいよね、スコットがね、犯人として感情むき出しにマディソンを焼き殺そうとしたというパートが前回でしたが、これショーンかな？スコットではないよね。幼き頃スコットではない。さて、一体何かな？音が止まった。大丈夫？ああ、びっくりした。金曜日7時22分中。おお、やばい、あと15センチしかないじゃん。助かる。倉庫で今沈めてた。問題は、あ、そっか、溺死させた後にその遺体を、なんだっけ、あそこに、その線路沿いかなんかにね、添えるから、それはその後だから、一旦ここであれか、なんとか無事イーサンたどり着けたんだね。プッシュディスウェイ。さあ、どうなる？ちょっともう構えとかないとな。Well, well, well. Sean! 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 Sean's done for if I've got the ショーン address 間違っ wrong. てればショーンはおし終わりだ。そうだよね。I hope it's not too late. 間に合ってくれよ。The poison's gonna kill me in a few minutes. I've gotta find Sean fast. ショーン、ここじゃないの？ I've been looking for her long. ずっと探していたんだよ。長い。Long time, Ethan. Long time, Ethan. Looking for a 俺の father 父親ができなかったことができる父親を what mine could not 探してた。やばい、これ泣けるわ。Sacrifice himself. Sacrifices yourself. In order to save his 命を投げ出す父親だった。息子を救うためには。 Oh, I searched. ずっと探して、探して、探し続けて。 And then, そんな時、I remember 君を思い出した。ああ、この時見てたんだ。なるほど。で、何年もの時を経てイーサンを選んだわけか。あれだけ Just to find a father capable of saving his son. Just to find a father? ためだけだと。Do you have any idea how it feels to be a worthless nothing in your father's eyes? Believe me. I've suffered. いいか。俺だって犠牲者たちと同じくらい苦しんだんだ。Just as much as my victims. Victims. I finished your damn trial. 試練はすべてクリアした。Now give me back my son. 息子を返してくれ。He's there. そこだ。All you have to do is open that grate.いや、開けれないじゃん。だって鍵がかかってんだもん。どうしたらいいの？え？あ、だよね。おお、ノーマン。撃つか撃たないか。そんなことよりも、そんなことよりも息子を助けたい。これ開けれる？だってさ、すごい鍵かかってんじゃん。こいつをどうにかしなきゃいけないよね。なんかない？なんか、その、棒切れかなんかないか。鉄格子。Gotta open this goddamn grate. Gotta find something fast. 何か、あった、なんかある。これだ。オッケー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 。あ、でもこんなん差し、あ、そうか、テコの原理、テコの原理。差し込んで、そう、よし。こんなさ、何日間もさ、こんな中にさ、入れられてるだけでさ、もう低体温症でやられるよね、マジで。急ごう、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 急ごう。やばいやばい、顔、目の周りが真っ赤になってる。おし、開いた。いける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 。急げ、急げ、急げ。ショーン、ショーン。ショーンの S。ショーン。助けろ。あの、スコット。ショーンの S。よし、OK。ショーン。ショーン。オッケー、ショーン助けた。生きてるか、ショーン。頼む、生きててくれ。息してない。どこ行った？あの先なんじゃないか。大丈夫か。でも隠れるようなとこないよね。後ろ、うわ、こんなとこで格闘かよ。うわー、多分ノーマンを操作して、殺人鬼ってさ、やっぱりいろいろ身勝手なんだよね。本当に自分のことしか考えてないもんな。俺が苦しんだとかさ、じゃ苦しんだからさ、その相手を苦しめていいとか傷つけていいとかって理由に全然ならないよね、それ。テストも来てる。うお、強い。さすが元警官。やばい、いってー。
ハゲる。避けろ。なんで？避ける。危ね。避けろ。さっきからお前投げてばっかりするぞ。ほら。危ね。よし。ほっ。ああ、弱い。いけ。相撲なら負けねえ。負けてる。Take your positions. Suspect is likely to be armed and dangerous. All personnel are ordered to shoot to kill. I repeat, shoot to kill. Actually, the sniper's in position. Yes, Lieutenant. They're ready on your command. Perfect. He won't get away this time. We'll gun him down as soon as he shows his face. 違うよ、これ。マディソン、急いで。Hey! イーサンじゃない。You there! What are you doing?犯人スコット・シェルビーや。元警官、お前の同僚や。My name is Madison Page. I'm a journalist. I have proof that Ethan Mars is innocent. He's not the origami. What is a journalist doing here? I thought I told everybody to keep their mouth shut. 全員に口外するなと言ったはずだ。Now get her out of here. I don't want her getting in the way. Okay, Lieutenant. 犯人の名前早く言えって。All right, come on. You're about to make a terrible mistake, Lieutenant. Ethan Mars is innocent. I can prove it. そうそう、上で戦ってるの見えてるはずでしょ。何してんの？やっぱカーターブレイクって無能だったね。やばい、落とされる。こんだけ派手に動いてんだったら見えてるでしょ。勝て。よし。オッケー。よう、二人ともこんなところで落ちないで戦うことできるよね。普通に落ちるでしょうに。あぶれ。早い。ほら、モンゴル相撲なら負けた。今、足透けてったぞ、大丈夫か。二人とも体幹半端ねえな。フラフラしてる。落ちる。あれ、起きて。ハンマー。大丈夫。スコットがもう瀕死の状態。さあ、違う、これ落ちるよね。やばくないか。ちょ、起きろ。早く。え？その最後の一撃で。Don't die on me, son. Please. Breathe. You've got to breathe. ノーマン死んだ。せめてショーンだけでも頼む。生きて頼む。行け。もう一回。急げよ。急ごう。もう一回。そう。もう一回。マスとマス、あ、失敗してる場合じゃないよ。マスとマス、そう。息吹き返して、頼む。最後に目を開けてるところ見せてくれ。頼むよ。起きて。息子二人も失うなんてできへん。うっす。これまた間に合わなかったパターン。ちょっと待って。嘘やろ。ほんまに。あ、よかった。Sean。大丈夫。よかった。I thought you were gone。Dad, I knew you'd come and save me. もちろんや。そのためにもう残りわずかな命でもお前助けてほしい。Mars didn't do it for Christ's sake. 彼は犯人じゃないか。He's innocent. ブレイク、ほんまお前の無能っぷりどうでもいいからさ、もう。Hey, what are you doing? 行け。ぶっ飛ばせ。やっちまえ。ほら。そう、もうカーターブレイカーもやっちゃっていいよ。そう、やっちゃえ。よっしゃ。ああ、ちょっとCrap. What do we do, Lieutenant? Attention all personnel, hold your fire. I repeat, hold your fire. カッコつけてる場合かバカだれ。犯人もうおんねんで。しかも Madison?
どっかの爆破を操作したせいで重要な FBI のノーマンやっちまったんだよ。I'll go out alone. I'll talk to them. I'll explain. You'll be dead before you can open your mouth. 口を開く前に撃ち殺されるわ。Look. いい。We'll all go out together. With our hands in the air, they can't possibly shoot us. あなたの無実を証明する証拠を持ってるの。I have the evidence that proves your innocence, Ethan. どうする？ Listen. マリソン。I'm sorry I didn't trust you. 君を疑ってもなかった。ショーンのことで頭がいっぱいで、俺はその話は後にしよう。ショーンを病院に連れてって早くご飯とか飲むとか治療とかすることを優先しないと。そう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 。打たないよね。打つなよ。打ったらマジでカーターブレイクしたろ。さてどうなるか。この状態で両手を上げられないからね。一応何も起こらない。疑われてるけど。で、スコットはどうなる？労働中、ショーンを救えば行った。今朝は嬉しいニュースを届けました。4日以上前から行方不明だったショーン・マーズ君の発見が発表されました。ショーン君は折り紙殺人鬼により井戸の中に閉じ込められていたとのことです。この事件の解決の理由は警察に犯人の嫌疑をかけられていたイーサン・マーズ氏の勇敢な行動があったことを忘れてはなりません。It is no doubt due to his great courage and tenacity that he succeeded in foiling the plans of the origami killer. The police commissioner presented him with an official apology today. Our main headline today, it is reported that the police have identified the man thought to be the origami killer.Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Despite a citywide manhunt, Shelby has not yet been apprehended. Police are now mounting a nationwide operation in an effort to arrest him. Unfortunately, the investigation has cost the life of Norman Jaden, the FBI profiler working on the case. Jaden was killed while trying to arrest the origami killer in circumstances that remain unclear. A full police investigation is pending. カーターブレイクがバカなことやってっからだよね。うわー、じゃあこれ…スコットをが捕まってノーマンも生きてたっていうオチもちゃんと QT クリアしてた。Let's just say a friend of a friend let me jump in line. 紹介してくれたところだ。気に入れば俺たちの家だ。It's ours. あれ結局マディソンを選んだのね。奥さん帰ってこなかったのか。なるほど。めっちゃ楽しそう。あでも広くていい家だ。柱多すぎるけど。ねえパパ、僕の部屋見つけたよ。Well, what do you think? なんか第一パートに戻ってきた感じがして、すごい完璧よ、イーサン。We'll be able to forget what happened. We'll leave a normal life. 普通の日常を過ごして、そしてある日、全部ただの悪い夢になるんだわ。We've earned the right to be happy now, Ethan. 幸せになる権利を掴んだのね。All three of us. いや、マジでマディソン。のおかげだよね、これは。ああ。いや、マディソンの功績はマジででかい。で、本当にノーマン大好きなキャラだったのに、最後ああいうオチになってしまったことはすっげえ悔しい。どうなのかな？いや、ブレイクマジでこいつ無能すぎる。He's being buried in two days in the Sun God's forsaken hole in a pile of beyond near Washington. I have to attend as a matter of protocol. I'll pass. Jane and I didn't see eye to eye on much. No problem. I understand. Hey, sir, I still have his glasses. What should I do with them?どうしますか？ What? ああ、一応残ってんだ。彼にはもう必要ないもんだ。好きなようにしてたまえ。Do whatever you want with them. でもこれかけて操作を続けるんだろうな、きっとな。なんだかんだ言いながら。え？ああ、びっくりした。一瞬カーターブレイク操作するパートが来るのかと思った。嫌だけど。残しとくんかい。死んじまったことをなんだかんだ後悔してるんやろ。初めから捜査一生懸命協力しとけば
E さんを疑わずにちゃんとした犯人を捕まえることができたのに、お前のせいで全国規模の指名手配になって未だに捕まえることができてないのか。反省しろ。ちょっと言葉がきつかった、ごめんなさい。かけるのかな、かけてどんな世界が見えるのかを。あいつが見てた世界、一体何だったんだろうな。うわ、500年後の FF7 の世界かな。レッド13が走ってきそう。あー、こいつもラリっちゃう結末、まさか。大丈夫かな。トリプトケインがいるならね、頑張って探して。あれってやっぱりあれだったのかな、アリのことでよかったのかな。あ、いた。お前何してる。ちょっと待って、ホラーエンド。まさかのホラー。ここでスコットはどうなったんや。まさかまた別の場所で同じことを続けようとしている。スコットだね。てかスコットもさ、あの父親を見つけることができたんだからさ、もうこれ以上続ける意味はない。あなたが犯人だったの、家族に当たるってなっていなかったでしょ。全員に電話して助けた。 I called every last one of them. All you did was collect evidence you left behind. Wipe out your past. 殺した子供の両親が苦しむのを喜ぶことだけ。そうだよね、よく中できたよね、こんな時に。まあ、だから話したがってたってのはわかるんだけど、その最初に協力させたからなかったんだね。私は息子の母に犯人を必ず見つけるって約束を守るわ。I'm gonna keep my word. で、やっぱり。なんかなんとなくそんな気はした。おお、終わった。お、うまくいったらこうやって殺すシーンあったんだ。あー、以上ヘビーレインでございました。はい、最後までご視聴いただきました方、本当にありがとうございました。セクシーな線が映ってますね。なるほどね。だから最初の試練でいくわけいってたとしたら、最初の試練じゃない、4つ目の試練でうまくいってたとしたら、あれだね、なんて言ったらいいんだろう、ちゃんとここなんだ、工場なんだ、工場じゃない、倉庫なんだっていうのが見えてたっていう。さっきからエンディングで出てきてるシーンがなかなか暴力的なシーンばっかりだね。やっちまえやっちまえみたいな。あ、なるほどね。自分が子供の頃に双子のお兄ちゃんを救うことをしなかったお父さんへの逆恨みを他の父親たちを使って子供を殺して試していたわけだ。あ、で、長男を救うことはできなかったけど、命を呈してでも守ろうとしたイーサンの姿を思い出して、で、今度はもう一人の息子ショーンを使ってやろうとしたわけだ、うん、そしたら結果的にショーンは救われたし、まあ、イーサンはちょっと精神的にも肉体的にもボロボロになったけどね、でも結果的に助けることができたということで、でかつ、まあ、ちょっと元の奥さんは戻ってこなかったけど、マディソンと無事結ばれることになってと、いろいろと、うん、イーサン、まあ、このゲーム全体の、まあ、何か主人がいる中でも本当の主人公としては、うん、まあ、E さんのハッピーエンドを迎えることができてよかったのかなと思いますね。ところでこれクレイマー、クレイマー、え、クレイマーはなんでだったの。その息子が折り紙殺人鬼を名乗ったとかって、そこのつながりが未だにちょっと理解ができないんで、そこのところをなんで息子を捜査しに行って、捜査しに行ってとか、まあ、証拠隠滅かしに行って、かつお父さんあんなプレボッコして、でセキュリティ全員撃ち殺してっていうのをやったのかって、そこら辺がちょっと解説がないとわからないので、まあ、分かる方ぜひコメントしていただきたいを、まあ、自分でもちょっと調べてみようかななんて思います。まあね、ちょっとね、このゲーム自体がかなりね、ヘビーな内容、もう名前だけにね、本当にかなり重たい内容だったんですが、無事にエンディングを迎えることができて、本当に良かったかなというふうに思ってます。で、まあ、何よりね、しんどかったのが、そのゲームのストーリーじゃなくって、このゲームね、
アプリ何回も落ちたのよ。多分ね、まあ、100回は言い過ぎだけど、ザラに50回落ちてる。普通にマジで。うん。1回収録した時に、双子が最初にジョンが、スコットがジョンを追いかけるシーン、双子でイチャイチャするシーンね、あそこね、間抜けてるんですよ、収録した時に。で、あそこちょっとやり直すことができないままに、とか、なんだっけ、編集とかをしてる時に、そこが抜けてるってことを見落としたままちょっとアップロードしてしまったんですよ。やっちまったと思ったんだけど。で、あそこのところなんか、多分あのパートだけで15回くらいやり直してるんですよ。うん。最初にジョンを追いかけるところで3回落ちたりとか、ジョンが沈んでて、ヘアプ、ヘアプって言ってるシーンところが、あれ5回、5、6回くらい落ちたからね、本当に。何回、ジョンのヘルプヘルプって、助けてっていう声を聞いたんだっていうくらいに聞いたから、すっごいそこら辺の収録するのがね、大変でした。はい、という話もありつつね、今度ね、次のゲーム実況をやろうと思っているのがまた決まってるんですが、デトロイトを最初にやってたじゃないですか。で、デトロイトをやった次にこのヘビーレインっていうのやって、今度そのヘビーレインとデトロイトの間にあるビヨンドっていうゲームをやろうと思ってます。で、全部同じ会社が出してるゲームっぽいんだよね。だからまたね、デトロイトはうまいこと言ったけど、ヘビーレインみたいにまた落ちまくるゲームだったとしたら、相当やるのやきついだろうなと思うので、まあ、ちょっと心してかかろうかなと思います。だいたい最初のパート1か2くらいでね、それが起こるかどうかっていうのを判断できるかと思うので、まあ、そうなったらね、収録時間ちょっと長めに、普段から日常生活の確保して始めないといけないっていうところなんで、まあ頑張ってやっていきたいと思いますので、また次回のね、ゲームビヨンドもお楽しみに、かつ応援していただけると嬉しいかなというふうに思います。いやーにしても本当にまさかの、カーターブレイクとか、それからなんだろう、イーサンがね、なんか犯人っぽい感じで描かれていたのが、まさかスコットが犯人だったっていうのはすごいね。ただやっぱりあのね、ノーマンがパコのバーブルーラグーンに行った時に襲いかかってきた大男が折り紙殺人鬼兼、あそこでスコットだっていうことに気づかなきゃいけなかったね。あそこが反省点だったね。うん。で、遅くとも、その、証拠に一致する警官は一人だけいたっていうので、あ、スコットだっていうのをスパッと言える、やっぱり推力がないと、これが分かるの多分ね、服部慎一じゃない、誰だ服部平次と工藤慎一。なんか合体しちゃったね。まあいいんじゃない、工藤平次か服部慎一でも最強じゃん、なんか西と東の最強探偵みたいな。ね、ってところでね、いや曲がかっこいいね、なんかね、はい。まあ、ただ今回そのラストパートではあるんですけど、一応なんかね、エキストラっていうのがいろいろと解放されてってるっぽいんで、それをちょっと見て、次回パートで、ね、とかで見ていって、でその後ビヨンドに入ろうというふうに思っておりますんで、またお楽しみいただけたらなというふうに思います。にしてもなかなかエンディングが長いね。まあこれだけのねやつ、ああでもそろそろ終わりそうだね。2009年にスタートし2019年に最終アップデートを行ったっていう感じなのかな。はい、ね、結局でも奥さんどうなったんだろうね。なんかちょっと自分が終わったパートとかだけでも、そのウィキペディアとか攻略サイトとかを見るようにしてたんですよ。最終パートとかはね、見ないようにしたんですが、奥さんとやっぱ別居してるっぽいなんか書かれ方がしてたんだけど、それ描かれてるシーンってあったのかなと思って、ね、息子ほったらかしてね、まあ確かに長男が亡くなった精神的ショックはあるかもしれないけど、だとしてもさ、もう一人の支えである息子が、次男がね、ショーンがね、いるわけなんで、それを置いて自分だけが精神的に辛いからって旦那に預けてっていうのをちょっといただけないんじゃないかなと思ったけど、やっぱりそこをね、自分の身を挺してでも守ったイーさんっていうのは親としての務めっていうのを果たしたんじゃないかなと思うけど、ところでイーさん生きてたじゃん。あれじゃあ60分で死ぬっていう毒はただの脅しだったのかな。最後に自分のスコットの動機と思いを告げるために、まあ、自分の命をそこまでしかけられる、かけることができるか、お前はっていうのを試したかったっていうことなのかな。で、In memory of our dear friend の、あー、なるほどね。だから、今2013年に亡くなったっていうのが書いてあったけど、2009年にやったやつだから、2019年にアップデートされたやつだからっていうことですね。はい。いやー、めちゃめちゃ面白かった。エピローグ復習。あ、なるほどね。捕まってないから、最後ローレンが
撃ち殺すっていう、撃ち抜くっていうシーンになったっていうことですね。はい、まあ、もしかしたらちょっと最終パートだけ、ノーマンが生きてるっていうちょっと結末にたどり着けるようにラストだけもしかしたら撮り直すかもしれないんで、そこはまたお楽しみいただけたらなというふうに思います。それは多分エクストラパート終わった後にもう一つの結末みたいなパートでね出せたらなというふうに思ってます。ということでエクストラパートこんな風にボーナスとか実績とかってのがあるので、次回パートはここら辺を見ていきたいなというふうに思います。ということでヘビーレイン最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、次回パートで皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ということでお疲れ様でした。さよなら。バイバイ。